回の省エネの達人、キーワードは省エネを考えたリサイクル。どんな取り組みなんでしょうか。お話を伺います。浜口調査員が訪れたのはアート作品があふれる町、愛知県三好市にある株式会社ハーツ三好工場。こちらの主な業務は産業廃棄物の回収と処理。創業以来、食品廃棄物に特化しリサイクルを目的とした事業を展開しています。こんにちは。こんにちは。達人の上内さんでいらっしゃいますか。はい、そうです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今回の達人は取締役の上内敦子さんです。達人、はい、こちらでは、はい、食品の産廃を使ってリサイクルをされているそうなんですが、はい、どんなことをされているんですか。そうですね、はい、皆さん産廃っていうイメージですと、はい、腐って食べられないものですとかっていうイメージが終わりかと思うんですけども、はい、実際にはうちの会社ではまだ食べられる麺だとか、はい、パンだとか、はい、そういったものが入ってきます、はい、そういったものを加工して、はい、飼料とかにする仕事をしております、はいはい。食品製造業者から回収した廃棄物を処理業者が飼料や肥料に加工、それを近隣の畜産農家などに送る。こうした仕組みは無駄の少ない食品リサイクルの循環型のモデルとして注目を集めています。当社では、はい、3台の乾燥機で1日に5トンぐらいの廃棄物を飼料にしております。達人、はい、こちらの機械大きいので、はい、電気代がかかりそうですね、はい、羽が回るんですけども、はい、羽を電気で回してるんですね、卵などタンパク質を含むものを乾燥させますと、はい、30分ほどで羽に非常に負荷がかかってくるんです、そうするとピークが来てしまうんです、電力ピークとは1日の中で最も高い消費電力の値のこと。この値が基準となり基本料金が決まります。食品製造業者からはさまざまな廃棄物が大量に回収されます。選別の段階でゆで卵があった場合は硬くなるもの同士を同時に乾燥しないように作業を午前と午後に振り分けるなどして対応。また夏場は廃棄物を一時保管するために冷蔵コンテナを使っていますが、中身を腐らせないように気をつけながら一時的に電源をオフにし電力ピークを抑えています。冷蔵コンテナは電力ピークだけでなく電気使用量削減のためにも使い方を工夫しています。外気温が下がってきますので腐りにくくなります。それで省エネのために、はい、電源を切るようにしております。はい、こうして電力ピーク 15% ダウン、電気使用量 13% 削減を実現しました。達人、はい、このようにリサイクルされてるって知らなかったです、はい、やはり出てしまうものはできるだけ資源として活用することが大事だと思っております、はい、私たちは省エネに取り組みながら、はいはい、できるだけコストのかからないリサイクルを心がけていきたいと思っております。はい、はい、省エネの達人は電気の見える化で企業の省エネ活動を支える日本テクノの提供でお送りしました。